僕も初めはそうだったんで、自分にできることとできないことって初めはみんなよく分かんないんですよ。もう帰りたいんだよ。おお、びっくり。大ちゃんが一緒に行きたいんだって。僕を？大ちゃんこれ。なんだよ。おい、ちょ何やってんだよ。もう寝ろよ。いいから、私が乗せてあげるから。なんだよそれ。重い。彗星？うん。今夜見えるんだって。なんとか彗星っていう。シワスマンはハマン第三彗星だよ。いや、ダメじゃん。はあ、曇ってる。はい、帰ろう帰ろう。またいつか来るんでしょ、その彗星。次来るのは5年後。5年後っていうと、大ちゃんもう中学生。そっか、もう中学生か。その時には大輔はもう。チンコに毛生えてんな。生えてんな。生えてんな。生えてんの？あ、だよ。いいじゃん。し、え、しってこと。また。なんで曇ってんだよ。私今月でここ辞めるんだ。なんで？そういう契約だから。あ、そう。あのさ。ん？大輔のがん、あれ治るんだよな。あと半年持たないかもって。なんだよそれ。少し休みましょうか。え、まあまあ。ほら、ダメだって。体痛める。ねえ、あれ何やってんの？ああ、あれは床トランスですよ。あれができるようになると車椅子の乗り降りが楽に。あ、あなたにはまだ無理。なあ、なお前寝なくて大丈夫なのか？ねえ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 、お兄ちゃん格闘技に詳しいんでしょ？まあまあまあ。どうやんの？え？いやだから、まあまあこう構えるだろ。うん、そうそうそう。でワンツーだよな。ワンツー、そう、ワンツーの後にフンフンだよ。サヨンフンフンって何？蹴りだよ、蹴り。回し蹴りは？お前喧嘩売ってんだろこの野郎。バッ。いいか、男っていうのはな、強くてたくましくて決して弱音を吐かない、まあ、嘘もつかない、愚痴も言わない。
目標に向かってずるいことは絶対にしない。はい。それがな、男ってもんなんだよ。はい。どの口が言ってんだが。はあ。そう、やめちゃうんだここ。うん、契約だから。せっかく仲良しになれたのにね。で、どう最近うちのバカ息子。会いに行けばいいじゃないですか。顔見ると喧嘩だし、っていうか怒られちゃう。そうなんだ。神様からの罰なのかな。母親に責任があるんだよね。ダメな母親が子供を幸せにする。そうかもしれませんね。え、ちょっとそこは否定してくんなきゃ。あ、ですよね。まあいいけど、私がダメ母なのは事実なんだから。あ、南先生どうも。どうも。じゃあね、久美ちゃん。うん、またね。どう最近。うん、もう絶好調。あのさ、この前話したグループカウンセリングのことなんだけど。だからそういうの私いいですから。あ、そうか。最近真面目に頑張ってるらしいじゃん、リハビリ。え、別に普通っしょ。あ、冬や。はい。あ、大竹ろ。あ、先生また来ます。いや、いいんだ、ちょっと、はい、いや、入って、いいね、いいね、いいね。よいしょ。あ、何、俺邪魔だったら別に出てくる。あ、いやいや、いてもらって。武宏ね、今恋してんだよな。はあ、ちょ先生、うん、もうウケる。いや、ウケるって言われて。つうかさ、女ごときで何テンパってんだよ。いや、さすが百戦錬磨って感じじゃない。別に普通っしょ。なんかアドバイスしてやって。いやいや、もういいですよ。ああ、大丈夫。で、どんな女？バイトの組ちゃん。え？はあ、ちょ、もうせ。てか、あの女、今月いっぱいであのバイト辞めるってよ。え？で、あんな奴のどこがいいわけ？あんな怖いのは。え、怖いんすか？怖くねえよ。どっちなんすか？よいしょ。で、どうしたらいいんすかね？ごめん。おっとっとっと、大丈夫。そんな酷でしょ。そんな簡単に言わないでくださいよ。それタイムセール中だよ。おう。なあ、竹ひろっていいんじゃん。そうだ。何？最近お母さんに会ってる？会ってねえよ全然。来てんだよ、ほとんど毎日。あんたに会いづらいんだって。会ったら喧嘩になるからって。分かってんじゃん。もしかして就職したことも知らない？知らねえ。もうどうなってんのよあんたたち親子。関係ねえだろうよ。お母さんとは嫌な思い出ばっかりじゃないでしょ。何黙っちゃったの？いや、うるせえなと思って。母親にもなったことないやつが偉そうに。だよね。Thank you.
足をほらここゴール、ここ狙って、やべえ、あ上手になったなった、いくぞはい、ありがとう。え、なんでこんな小さいの、母ちゃんの。じゃんけんしようか。お願いします。草壁さん、この間の検査どうでした？おかげさまで結果が。何それ、聞いてんやけど。すいません、売店のあの女が辞める前にお前が退院するの？なんかそういうことになっちゃって。で告った？いやいや、もうあれはいいんですよ。なんだよその程度かよお前。いやだって付き合えるわけないじゃないですか。長谷部さんだってノリで付き合ってくれてたんでしょ、僕の声がな。はあ、いやだ、こんな体ですからね、普通に恋愛なんてできるわけないし、告白なんかしてね、その上無理とか言われたら多分もう立ち直れなくなるし。車椅子だけに立ち直れねえってよく言えますね、そういうこと。長い間本当にお世話になりました。おめでとう。おめでとう。あのおかげさまで念願のデザイン会社の方にも就職が決まりました。ああ決まったんだ。おおよかったよかった。どうした？なんか怒ってるね。別に。武宏が退院してその上就職まで決めちゃったもんだから、それが面白くない。図星だろ。ちげえよ。あざね、あいつなんか人バカにしてんだよな。どういうことよ。いや、なんかうまく言いそうもねえし。失礼します。常々大輔がお世話になりまして。ああ、大輔の。この度転院が決まりまして。転院？長野県の方の病院に。星空が綺麗なところなんです。せめて最後は大輔の行きたかった場所で、あの子とも
よく話し合って決めました。いつ？実はこれからすぐ。でも向こうに行っても元気でね。ああ、放送遅れます。いけないんだぞ。うるせえ。ワンツー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 。大輔、今度会うときはさ、吐いてんな。吐いてんな。前から気づいてはいた。世の中、どうでもいいやつばっかが生き残る。いらっしゃいませ。あのいつも行った女の店員さん。くみちゃん辞めちゃったんですよ。契約今月末までじゃ。契約？いや、うちはそういうシステムじゃないんですよ。ええ、本人さえ良ければずっといてほしかったんですけどね。ええ、前から知ってはいた。嘘つきに見えないやつほど嘘ばっかついてる。そんなのガキの頃から知ってっけど。退院おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。お世話になりました。あまり無理はしないようにいいね。すごい完璧。ヤス、これから社会復帰したらさ、いろんな人にお世話になって助けてもらって生きてかなきゃね。あんたみたくか、自分は弱い立場だから人に助けてもらって当然とか、そういうのどうでもいいんだ俺。すいません、ちょっと止めてもらってもいいですか。
ヤス、ここって俺あんなとこから飛んだんだな。バカ上等じゃん。もう帰ろ。ちょっとさっきタクシー戻ってて。え？いいかな。うわもうチャウボーイか。よ。久しぶり。誰？スパイダーマン。つうかさ、お前ら4ヶ月前と何も変わってねえじゃん。何やってたんだよ。それで生きてんのかよ。おい生きてるって言ってみろ。これなんだねえこの野郎。おいおいおい、弱いもんいじめかよ。あ、弱いもんいじめですか。俺だけかよ。4ヶ月前と若干違うのはよ。新しい我が家よ。ここが。そう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 。ソーシャルワーカーさんのチェック済みだから。チェックした後に荷物置いてどうすんだよ。ちょこれ。え？あ、だってさ、まだ掃除の途中だからさ。あ、あんたのアパート引き払う前に一応大切そうなもんだけ運び出していたから。あ、ヤスごめん、これあの雑巾流して仕事持ってきて。車椅子の障害者こき使うなよ。家事も手伝ってもらうわよ。普段からやってるやつに言われてピンとこねえんだよ。急いで急いで。分かってんだよ。あのさ、ちょっと。あ、取れない。取れない。あら、ちょっと待って。よいしょ。乾杯。お、あれ、飲まない。うん、9時には仕事に出るから。そんな時間から仕事。そこしかシフト組んでくんなかったのよ。4ヶ月ぶり。あ、で仕事何時まで。朝には一旦戻る。行った。うんね、午前中はスーパーのパート。あ、そう。うん、あ、食べて。
おい、ちょっと何やってんだ母ちゃん。おい、そうだったんだ。売店辞めてからも時々連絡は取り合ってた。てかどういうことや、いきなり売店やめて。まあやめても別にいいんだけど。お母さんかなり無理してたから、これ以上ヤスには不自由させたくないからって、無理言って頼み込んで時給の高い深夜シフトに入れてもらったりもしてたみたいだし。じゃあね、お母さんを大事にね。ごめんね。私がこんなんじゃどうしようもないよね。え？ああ、やっぱそれ大丈夫だから。だからそのまあ俺一人で暮らせていけますよ。別にあんたの助けなんか必要ないしね。足引っ張っちゃうねえ。うまいこと言ってんのに泣いてんじゃねえよ。その夜、母ちゃんが行方不明になった。入院費がないと言っていたらしい。え？あ、いや、だから母来ませんでした。来れるもんな来てほしいんだよ。僕もあの人にまだ金貸してるし。大体障害者家族が国からもらえるはずの金をさ受け取らないって言うんだから、あの人どうかしてるよ。え？ねえ、君のこの話治る可能性あんの？どうなのよ。ありません。でしょ、あの人根拠もないのに信じきっちゃってさ、いつか治るってばっかみたい。呆れるっていうか、なんていうか。バカ長とは。ん？
何よ、おいおい、痛い、やめ、痛いよおい、痛いよおい、あっ、おい、ほら、障害者怪我させたら何言われるか分かんねえよな。ケイロ君が自殺した。自殺？いつ？昨夜。ひどかったらしくて、仕事に穴開けたりして、デザイン会社解雇されてたんだって。あいつは俺に何を言いたかったんだろう。死んでしまった相手に次も明日も今度もない、もう何も聞けない。お使いなさい。大丈夫です。でもどうぞ。大丈夫って言ってんだろ。いらねえのは俺だ。生きてる価値もねえやつ、存在自体が迷惑なやつ、それが俺だ。どうせならみんなに迷惑がられて死んでやる。迷惑をかけた相手、一人、二人、三人、疲れた、座りたい。はい、エイジ、行くか。八人目。ちょっと待ってくださいね。15人目。帰るときまた声かけてくださいね。